皆さんこんにちは。あの評論家の江崎と申します。あの今回はですね、まああの安全保障憲法のことについて話をしたいと思います。まずですね、あの、まあ、北朝鮮があのまあミサイルの実験をやって。 ま、あの、まあ、あの、今年に入ってからですね、新聞で毎日のように、このミサイルの問題が出ています。まあ、これ、あの、防衛、外務省の資料ですけども、北朝鮮における発射事案っていうので、まあ、北朝鮮のミサイルの攻撃能力がものすごい勢いで高まってきています。で、残念ながら、この北朝鮮の新しいミサイル、まあ、あの。 ね、超音速ミサイルとか、まあこのまあ要するに軌道を変えるミサイルとか、こういう新しい型のミサイルが本当に本格的にあの北朝鮮で配備されると、あのアメリカでさえもそれを防ぐのが難しいという状況になってきています。それほどやっぱり北朝鮮というのはですね、まあ、国民は本当にちゃんとした食事もさせてもらえない。 本当に大変な状況でありながら、まあ、兵器の開発だけはものすごい勢いでやっている、まあ、非常に異様な国であるわけです。でこのの北朝鮮のミサイルによる脅威というのに対して、まあ、どういうふうに日本は今しようとしているのかということについて今日は少し話をしたいと思います。これはあの、まあ、ミサイルの脅威があるから大変だ という話ではなくてそのミサイルの脅威というものの中でどうやって我々は国民に、ね、自分たちの,この平和と安全と自由というのを守ったらいいのかという話になるわけですがこのミサイルに対抗するこのものの考え方というのは、まあ、ミサイル防衛という言い方をするんですが正確に言うと3つ議論の枠があるんですね。一つ目が これは何かというと北朝鮮からミサイルが撃ってきた時にこれを撃ち落としたり迎撃する、まあ、パック3とかですねイージス・アショアという、まあ、ミサイル防衛システムっていうのを導入して北朝鮮からのミサイルを迎撃して撃ち落としていくというのがあるんです。 この能動的防御というのが、まあ、ま,あまずやっているわけですがじゃあこのじゃあでもミサイル全部撃ち落とすとは限らない限らないので次の段階として今必要になってきているのがこれは撃ち漏らしたミサイルが日本のどこかに落ちてくる。落ちてきた時に それに耐えれるだけの高端化という言い方をするんですけど耐えれるだけの力を強める、まあ、具体的に言うとこの飛行場とかです、ね、いろんなところに攻撃を受ける可能性があるので、まあ、それに対して攻撃を受けても大丈夫なように強度を強化することやあとこのミサイルをやった時にそれに対応して、まあ、そこに国民がいた場合に大変なことになるので。 すぐにに逃げるることができるように、まあ、早期警戒システムというのでまああの、まあ、携帯電話の中でもワーワーワーってなるようなやつでいうのをやっていくで、まあ、法律も実はできてまして国民保護法という法律ができてこれに基づいてどうやって国民をこの、ね、退避させたりもし <laughs> あの怪我やまああのこいろんなね あれをした場合にはどうやってその人たちを救助するのかということの法律的枠組みもでにできています。で3番目が抑止力向上そうは言っても、ね、ミサイルを撃ち落とす撃ち戻したものに関しては被害を最小限に抑える。でも最小限に抑えるだけではなくてそれでも向こう側がミサイル撃ってくる場合は 可能性もあるのでそもそもミサイルを撃ったらお前たち大変なことになるぞというふうに相手に対してミサイルを撃たすのはダメだと思わせる力これを抑止力といいう言い方をしますこの抑止力向上というのが、まあ、今あの新聞で時々出ている敵基地反撃能力とかいうことになるわけです。 でポイントはです、ね、ここで考えてほしいポイントはとりわけです、ね、この抑止力向上という問題もあるんですが2番目のミサイルを撃ち漏らした時に国民保護法というふうにやるんですがこの時ですねミサイルが落ちてきた時に皆さんんを守るののは誰なのかって話なか話です実は皆さんを守るのは自衛隊ではないんです。 自衛隊は能動的防御や抑止力向上のことで忙しくて実際にこのミサイルによる被害が出たときに皆さんを守るのは地方自治体なんです。はっきり言うとねあの大阪府であれば府の職員たちなんですじゃあ府の職員たちが。 ミサイルに対応するための知識を持っているのか実はあんまり持ってないんですね。これ何が言いたいのかっていうとですね北朝鮮のミサイルのそういう脅威に対して皆さんの身の安全を守るためには国某自衛隊や国が安全保障を考えるだけじゃ不十分で。 地方自治体も安全保障の専門家がたくさん出てきて警察や消防部やそういうのと一緒になって皆さんの身の安全を守るということを日常的に訓練して皆さんを守る体制を作らないといざという時に皆さんは守ってもらえない状況があるんだと。 じゃあ地方自治体の人たちはじゃそういうことについてなぜ関心がないのかといったら安全保障はそもそも考えなくていいよと憲法九条でまなっているわけです。自分の国は自分で守るということもきちんと書いていない。学校教育でもねこの自衛隊や防衛の重要性を教わっていない。だから。 この地方自治体の人たちは国民保護法と法律があっても実際にそのために自分たちは何をどうしていいのかが分からないという状況なんです。でそういう状況の中で繰り返しますがいざという時果たしてそれでいいんだろうかというのが、まあ、今日私が言いたいことです。 あの何度も言いますがね北朝鮮のミサイルの話になると、ね、イージス・アショアとかいうミサイルを撃ち落とす話が中心になってしまうんだけど実はミサイル防衛っていうのは2つ目の自動的防御と抑止力向上この2番目と3番目の議論をやっぱりしていくことが いざというとき自分たちの身を守ることなんですと。ぜひともですねこの二番目と三番目は憲法九条にも関わってくる話なんです。ですからこの安全保障という議論をですねはこれはね防衛省が考えることだ国が考えることだではなく地方自治体や地方議員や。 地方自治体の職員の皆さんとともに国民保護法とかそういうものに基づいてどうやっていざという時自分たちを守るのかということを今後ですねあの広く議論をしていくことができればなというふうに思っている次第です。今日は北朝鮮のミサイルの防衛のことについて話をさせていただきました。